2月に JK 歌手としてデビューしたマノア、18、が21日、京セラドーム大阪で行われたプロ野球、オリックス対西武で初の国歌独唱に挑んだ。透き通る歌声で小学時代からテレビ東京系、ザ・カラオケ、バトル、で活躍し、芸能事務所、サンミュージックにスカウトされた逸材。この日は、NHK のど自慢のグランドチャンピオン大会で着た思い出の着物を母に着付けてもらい、日本の伝統的な正装ということで、振袖を選びました。プロになってもう一度着られて嬉しいです、と気合十分。グラウンドでは力強い歌声を響かせ、緊張する方なんですけど、テレビよりも震えました。生きてる中で、一番震えました、と代役に武者震いした。会場は大盛り上がりだったが、自己採点は、10点ぐらいです、と辛口で気を引き締めた。大舞台を終えたマノアはサンケイスポーツにコメントを寄せ、選手の目線に立つことがなかったので、初めて体験する目線でした。ベンチにも入らせていただき、とても貴重な経験をさせていただきました、と感激。普段とは違う球場での歌唱については、選手の方々に、神聖な気持ちになっていただき、プレーに集中していただけるように頑張りました。野球ファンの方々に試合後、良かったと声をかけていただいてとても嬉しかったです、と手応えを明かした。この日のために練習も重ねてきたといい、響きがすごいと聞いていたので、自分の声を見失わないように。きっちり同じ秒数で歌えるようにたくさん練習しました。全身が震えました、と猛特訓の成果を出し切った。大阪府出身で京セラは憧れの舞台、雄姿を一目見ようと駆けつけた母、祖母、妹に見守られ、本当に夢のようでした。響きがとても気持ちよかったです。もっともっと頑張ってまたこの舞台で歌えたらなと思いました、と、再来、落ち勝った。